ましたけ哲也です。おはようございます、水谷佳乃です。ディレクターさんと話したんだけど、団塊、はい、の世代が他にもドイツにもいるし、イタリアにもいるしね、ロシアにもいるんですよ。うん、中でね、いろいろ政治制度あるかもしれない。中国の団塊だけがビートルズを知らないんです。うん、ちょっと切ないですね。この切なさはね、これで終わらないんです。 えー、毛沢東のまあはっきり言って手先として使われた数百万の中国の団塊の世代はこの後これもう何百万人死んだか分かんないんでしょこれ紅衛兵に殺された人っていうのはこれは私は後に中国に行って生き残った人から聞くんですよね。そうするともうその学校の先生でモーツァルトとか勉強してた人が学校の校舎の6階建ての上からゆるくポン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 。 作業的に突き飛ばされて、それでもうもちろん死んでいく人と、それから両足がダメになってしまう人と、それをほったらかしにして、ずーっと猛語録を振り続けたというね。うんうん、その間に、まあ日本のメディアも含めて、毛沢東っていうのは偉大なんだろうということで片付けておりましてですね、長江を泳ぐ毛沢東の、その写真とかね、映像なんかを流して、 そのまま持ち上げてたわけですが、どうもおかしいぞというのをだん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 、その気づくわけでありますよね。で、まあ、周恩来のみが自己批判して懸命に生き残り、彼はもう、なりふり構わず、毛沢東のパシリとなりながらも、一生懸命軌道修正をやっていく。で、ここからがね、その悲惨と言いますか、私はね、他国の人間ですが許せないのはですね、 手先として使われた同世代の段階がですね、400万人、うん百万人いるわけですね。本当にこの権力闘争のまいさというか、ちょっとは、あの、怒りを感じるんですが、この毛沢東はですね、手なずけた400万人以上の後衛兵を今度は逆に恐れ始めるんですよ。こいつらが賢くなると困ると思ったんですね。はい、外国からニュースが入ってきて、 中国は世界でももう有数の貧しい国だと、経済政策も政治も全部劣ってるんだっていうことが、バレるといけないっていうことで、すさまじい政策を毛沢東は思いつくわけです。これがまた日本のメディアには別の口調で伝わりまして、ものすごく称賛されるんですけどね。えー、これ、上山下郷運動。これ日本読みでありますが、上山下郷運動という、えー、運動が始まりまして、はい 知識青年は68年のことでありますが、農村へ行き、貧しい人々を助けよう運動を始めるんです。で、全部農村に行かされるんですね。はい、まあもちろん勘違いして進んでいく人もいる。人民公社には165万人、エ林リン団へ33万人、強制移住で農村に強制移住したものが60万人。で、ちょっと話しておりました、テイさんはモンゴル、外モンゴルに行かれまして、 外モンゴルの、そのパオの中で、満州族だからそこがいいだろうしなもんで。はい。それで、その十数年に及ぶ人生をそこで過ごしてしまうんですんこの間、北京の戦争は大矛盾に陥ります。で、えー、毛沢東が後継者に指名しました。林平という人を後継者指名するんですが、もう林平も毛沢東の限界を知ってるわけですよ。だから虎視淡々と、その地位、毛沢東の後を狙うんですけども、 林彪は毛沢東の地位を狙ってるっていうことを毛さんは、毛沢東は、奥さんの後世夫人の入れ知恵で気づきまして、はい、林彪を追放するんですね。うん、で、林彪はもう命の危険が迫ってきたんで、ソビエト、ロシアに逃げるんです。その途中逃げ損なって飛行機が墜落して、彼は死んでしまって、<ー>その後衛兵と一緒にバーッと拍手をするっていうね、うんも、毛首相は偉大で、超能力でジェット機を落としたんじゃねえかとかっていう、うん、そういうどっかの国が今言ってるような、 国に、ね。なっちゃうんですね。うんはい、でも、その間の林彪毛沢東、その。もう、そして、後世が割り込んだの。もう、三つどめの清掃というのは、もう。本当に、清潔を。極めるんであります。で、七十一年、林彪はソビエトへ亡命し、飛行機墜落で死亡。ついに、後世が。勝ったわけであります。で。本当に。困ったことに。毛沢東さんは。後世夫人を。主席に。 指名しかかるんですよ、うん、この間習恩来がパシリ首相を務めるんですこの間の周恩来さんのもうもう本当にこれ記録フィルムに周恩来が出てきますけど本当に痩せててお気の毒でね、うん、でも周恩来という人は小平とずーっと綿密な連絡をつけて、うん、この嵐が去った後は、うん、俺たちが力を合わせて中国を救おうぜっていうね、はい、彼ら。 新しい中国を作ろうとする周囲か鄧小平は何を待ったか毛沢東が死ぬことだけを待ったと言ってもこれは過言ではないと思います。うん、そして1976年、うん、毛沢東、はい、新聞には虚勢をつという文字が日本のメディアに大きく載りましたけどもしかしこれは虚勢と言っても中国全土を焼き滅ぼすような炎を上げる。 赤い星が落ちたということでございますねこの次また人の場合との上で武田徹也今朝の三枚おろしおはようございます武田徹也ですおはようございます水谷か奈ですということで中国のそのもう戦後の権力闘争のさまいさですね、うん、本当に はっきり言って愚かっちゃ愚かですね。恐ろしいもんですね。なんかわずか40年ちょっと前の話ですよね。んとついこの間だよ。そう,うですよね。<の><ー>僕らからするとね、僕らの青春時代がまさしく公衛兵の時代でありましたからね。うんはい、そして68年、公衛兵たちはその毛沢東の先兵であるということで地方にある意味で追い出される。うん、その間の過酷な労働、これ上佐。 K さんっていうかあの女性も、うん、私と同年の中国の段階の女性もそうですもう本当に壮絶な地方での暮らし、うん、だって必要ないんだからあの紅衛兵の手伝いなんて、うん、必要ないところに行ってその一人で力み返ってるわけですから、うん、もう本当にやってこられた農村もいい迷惑なんですよ。はい、役にも立たない都市部の青年が しかも何やるかったらもうあの猛語録ばっかり。米帝国主義はハリクの虎だとかって言いながら舞い踊ってるわけでしょ。うん、役には立たないわ。理屈はこねるわ。飯は食うわね。で、やっぱそこで労働が合わずに、あの、もうたくさんの段階が死亡してるんです、さらに。で、私はね、かなさんね、はい、この紅衛兵ですね、地方に散った紅衛兵の残首といいますか、残りをね、 新疆ウイグル自治区で見たんですよ。ええ、宝間館の大砂漠ですよ。そこに塩田があるんです。塩田というか、自然の塩が取れる沼地みたいなところ。はい、そこにいましたよ、元護衛兵が。もうね、本当にキャメラで撮りましたけど、とにかく、この人たちは何ヶ月風呂に入ってないんだっていうような。その時に私は、その新疆ウイグル自治区の青年とい、 一緒だったんですよ彼は日本語をあの日本で学んだっていう子でしてねこの人がね「そのああや高衛兵の生き残りよ哲也さん」とかしてね「高衛兵高衛兵が何でいるんだよ帰れ帰れないのよ北京に」もう,もう30の匂いのする男たちになってましたよ。うん まあ、その時の時思いい出話も少しししようかな、はい、その生々しいんだけど、ええ、ロシタンというあのウイグルの青年だったんだけど、はい、そ,そいつがね暇の時に俺のそばにやってきて「に俺日本に行きたいな」っていうで、お前は北大で学んでたんだろ」って言ったら「大変パレてすぐ強制送還されたの」って「どうして強制送還されたんだ」って言ったら「北大で勉強してたんだけど途中でマクドナルドのバイト始めたんだ」って。はい だすごいお金もらえそうん家族のために送金できるんだって、うん、それでもう一回日本にいて働きたいよあとは亡命したらかくまってよれよってかいや来んな来んな <laughs> 俺のとこ来んなよとかってした <laughs>、はい、そいつがねため息交じりに「もう日本にいて驚いた」って言うのよなんでっつったら中曽根っていう総理大臣が、うん、防球選手の長島っていう人の家を、うんはい、お金を払って借りてるっていう。 はあ、あそんなこととがちょっとあっあたのよ、えー、た時,の時の総理大臣の中曽根さんが近場にいいお家が欲しかったらしくて棒、えー、球選手野球選手の長島のマンションかなんかを借りてらしたの、はあ、そんなことありましたそれでお金を払ってそれが不思議だっていうそ、うんなことないじゃんお前んとこのおめえあの偉い人だってあの貧しく人民と同じような暮らしをしてんじゃねえの」ったら「何言ってねえよ!」 中国であんた天下取ったら皆資金上よ。日本で言えば江戸城住んでるよ。<laughs> ひっくり返ったよ。運動選手の家借りるか普通。中国共産党の幹部かさ。<ー>ロシタンっていう青年なんかもう世界をちょっと日本を見たばっかりにもうすぐその無事に気がついてるわけね。でまぁ永遠とこの 権力闘争はは続続きままして中国の混乱は続くわけであります68年知識青年は農村に行き貧農の人々を助けようという冗談下校運動が続くわけでありますが、はい、10年78年1978年大事件が起きますこれは全く報道されませんでしたけども昆明市の市電のレールの上に帝京明さんでいいのかな帝さんっていう方が家に帰りたいっていうプラカードをぶら下げて。 寝たんですよ。だから、もう、帝さんと同じように、昆明市で、公営兵で田舎にやってきて、使い物にならずに、もう、ボロボロの格好した青年たちが、次々に殺すなら殺せって、市電のレールの上に寝始めたんです。それが、うん十万人に達したって言うんですよ。だから、一切買い合わせなかったんですよ。10年間放置したんですよ。中国の団塊の世代を。それで、党と,うとう中央政府は、 動き始めて帰宅を許して切符を配り始めるんです。はい、田舎から若者が自分の家に10年経って帰り始める。そんで、公衛兵は悲惨なことに、あの、農村部に行って農業技術も全く習得できないまんま、無知のまま放置されたんです、10年間。10年間棒に振ったようなもんですよね。そうなんです。権力闘争のおかげで、ほんのわずかな北京の。うん、それで、 三十代で抗英兵はやっと帰り始めるんですよ。それで、えー、定山義郷運動が終わるわけであります。その人数が一千万人って言いますからね。本当にもうお気の毒ですね。日本軍に戦争に勝ったのに。さあこの中国の抗英兵の話はまだまだ続きがございます。この続きまた人のナイトなので。竹田鉄也、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。毛沢とは公衛兵が自分に向かってくるんじゃないかということで、地方に行って農民を助けようなんていう美名のもとに、数百万人の青年たちを地方へ、そしてそのまま放置。その間、権力闘争は終わって、ついに東小兵が中国を握ります。はい、ここからです。本式に中国の近代化が始まったのは、ここからが、やっと中国の あの、近代ですよ。はい、東小平って覚えてるずんぐりしたおじさんだったでしょ。うんはい、言うことはすごいよな。あの、白い猫だろうと黒い猫だろうと、ネズミを取る猫はいい猫だ。とかっていう、あの捨て台詞の強烈さね。はい、でもこの人も考えてみれば、毛沢東の先兵たるべき護衛兵を地方に放置し続けたわけですから。なんでかわかるなんでかわかるそれは仕方ないよね。うん、それは、東小平も、 後衛兵に殺さだからやっぱり戻ってくると大変なことになるぞって言うんでずっと返さなかった放置し続けた中国の段階の気の毒さは政府の権力闘争によって放置されたっていうねすごいもんですよね。鄧小平さんは公衛兵に油断しなかったであの帰ってよろしいと。うん もう反抗する気はないなと思った東小平は、あの、里に帰りたいだろうとかってな、ね、帰っていいよとかって優しい顔したけど腹の中じゃまさか抵抗しねえだろうなってずーっと疑い続けるという。うはい。で、東小平さんはこの間日本にも数度やってきてすっかり日本を見ていきます。したたかなる権力者だし。で、本当にね、金さん気の毒なのは、おうちに帰った元公営兵たちは、 10年間のブランクありますから。で、教育全く受けてないですから。もう今浦島なんです。うん、だから、東昇平さんが始めた近代化についていけないんですよ。本当に気の毒だよね。先生殺しちゃった集団ですからね。教えてくれる先生いないんですよ。うん、そして、ちょっとやっぱり、トラウマがあったんですね、きっとね。はい、集まって騒ぐと危ねえぞっていう。 ズバリ悪夢が蘇える場所も全く同じ大きな大きな毛沢東の肖像画が掲げてあるあの大きな広場で大学生たちが自由を求めて騒ぎ始めるという例の、はい、あなたも知ってますよね、はい、天安門事件が起きるわけです、はい、でこの時やっぱり思うのはやっぱりあの紅衛兵が殺戮を繰り返したあの毛沢東の悪魔悪夢ですよ だから、とにかく、シャにムに力で抑え込むっていう、あの手法をね、日本も、米国も非難しましたけど、しかし、あの中国の段階の世代は、気の毒ですね、なんかこうやって考えるとね。なんか楽しいことがなかった、はい、辛いことばっかりだった世代ですよね。皆さん、ビートルズ知らないんですよ、中国の段階の世代は、美空ひばりを作ってないんです。 クレイジーキャッツで笑ったことがないんですよ悪優の歌謡曲を知らないんですよそしてアリスも知らずに <laughs> 今誰を知らないんですよ今誰なんだ今誰、えー <laughs> はい、ライラライラライとか知らないんですよ名曲なんですけどね本当に何も知らずに突然戻ってきたというね トップス、ビートルズ、映画、アニメ、漫画、流行画。実は今その報いを逆に受けているような気がします。やっぱり谷村新司さんなんかが中国に行って懸命に芸能を指導してらっしゃるのはわかりますね。カナさんわかるでしょ？はい、指導者がいない。うん、悪友がいない。うん、うん、今まの清志郎がいないんですよ。はい、高田明がいないんです、うんえー。だからサブカルチャーを膨らました人材がいないもんですから。 だからやっぱ谷村新司さんなんて貴重なんだよね、言って、今後もずっと行ってあげてほしいですよね、谷村新司さんには。いや、え、もう、うね、絶対素晴らしいと思いますよ、上海だけじゃなくてね、新疆ウイグル自治区とかね、もう国境ぎりぎりまでね、彼の、その、やっぱ貴重な人材ですよ。いや、私はいいです、私はね、本当にだめなんだ、<laughs> あの、ほら、豆腐がないと生きていけないっていうね、<laughs> もう本当に、<腐>俺、だめなのよ。 本当にねダメもう私は私は日本だけでおしまいね中国にも豆腐ありますよ<え>中国にも豆腐ありますよ私ね麻婆とアンニはダメです何か、うん、町のあそこで作ってるお豆腐じゃないとお腹を下しちゃうのだからやっぱりた谷村新司さんみたいなやっぱりアジアをまたかけるパワーを持った人あと誰だ吉田拓郎さんなんかにも言ってほしいやね、はい、あとはアルフィ、はああいいですねえ、うん、ちゃんにも言ってるよえちゃんなんか さあ新京でコンサートやってほしいな本当に <laughs> ああそうかスマップジャニーズ系もいいかもしれないジャニーズ系いいな世界に一つの花はい、ね、世界に一つだけの花あそうかまあいいや、はい、な、はい、とにかくやっぱりサブカルチャーの担い手がいないということがあの中国の今の苦しさになっているわけでありますからねその分はやっぱり日本人の有志ですね谷村さんを先頭として理解のある方はどんどん協力してあげてください それがやっぱり、同世代に生まれた私たちのせめてものつりも、罪滅ぼしです。はい、私は日本で頑張ります。<laughs> はい。あ、もう時間いっぱいでって申し訳ございません。はい、はい、黒、はい、続きまた明日の笑い方の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです、えー、感情的な昨日はと喋ってしまいましたけど少し整理しておきましょうね、はい、1976年中国の団塊世代にとっては忘れられない年となります1976年のことですこの年に周、えー、恩来はなくなりますはい。もう一回繰り返すと周恩来ってした好きだな俺は、うん、そしてこの時に 天変地地地異がが起起ききるんですすよ東山震震というまこれが死者24万人と言われたと四川省大地震、えー、あれの1回目 1>、はあ、そうかだからそれが毛沢東が死に周恩来が死んだ年だから東山地震がその年に起こってるんですだから四川省大地震の時に中央政府の人たちがずーと青ざめて人民の中にデマが飛んだ、うん、同じ場所で地震があったから大物が次々死んじゃって北京オリンピックはダメになるんじゃないかっていう。うん うん。だから、やっぱり、1976年、これもやっぱり、あの、中国の方にとっては非常に大きいトラウマといいますか、歴史的なね。で、しかも、こっからやっぱり始まるんです。毛沢東が亡くなったことによりまして、文化大革命は完璧に終了します。そして、ここから、覚えてらっしゃいます。4人組逮捕っていう、信じられない権力の乱暴な交代劇が。で、これ、ある意味で1976年というのは、周恩来毛沢東、まあ、後世も含めてですが、本当にもうズバリですけど、 この時に中国の明治時代が終わるんですよ。うんはい、で、ここからは改革開放を始めるわけです。経済の時代を始めるわけであります。はい、で、鄧小平さんは。これね、怒られないと思うんだけど、私、鄧っていう人はね。ある意味ではとっても上手に、あの嫌味なく日本を中国に浸透させるんですよ。うん、この人は、あの経済政策を横目に睨んでるだけあって。あの、娯楽をゆっくり広げていくんです。 はい、もうそれは津波を打ってみんなその娯楽に流れ込むわけですよね。うん、で、日本からもサブカルチャー育てるような映画をあの上映し始めるんです。あの映画とかカラオケってこのぐらいここれですこ,これです。で、映画では高倉健なんですよ。<ー>君を踏むの川を渡れ。<ー>これはねもうすっごいかったんだって高倉健ブームっていうのは。へ<ー>もうあの川ジャンパー。うん ももうう何側でも全部ジャンパーにしたっていうねあのだからあの本当に上海行くと真ん中にね毛の生えてるような革ジャンパーもあったんだってで全員同じサングラスして,てう,うわーそんな影響されてたんだうそうなんですだから私なんかもでですすけど結構モテたんですよ、はあ、私は高倉健さんとあれ黄色いハンカチ、はい。健高倉もビッグスターですから。はい それにまとわりついた手足の短いあの男みたいな感じでさ。わいいんだよ、どうせいいんだよ。バカにされてんだよ。<laughs> それではもう一個テレビシリーズで仰天したのが山口百恵ですよ。<ー>これはね、もう山口百恵はすごかったもん。うん、どこ行ってもポスターで。全員散髪屋さん。全員山口百恵のポスターだった。へ<ー>、うん。 あの日本のサブカルチャーを紹介したのは高倉健であり山口百恵であり谷村新司さんなんですよわかるよねいい人選びますよ、はい、中国の人もねうん、うん、えー、そして1990年代これでもついこの間のことだよねそうか20年前か<う>1990年っていえばそそ、ね、たった20年前かそうかそうかこれでいよいよ江沢民さんへそして江沢民さんは、うん、とにかく 愛国教育を始めるんです。この愛国の真ん中が反日教育と言ってもいいでしょうね。ねこれはもう反日は中国のやっぱり学校のなメインの柱ですからいいんじゃないですかねこうた、こうさんの立場もわかります気持ちも。はい、もう反日。そうやってそのバーッとこう教育をまとめ続けるというね。はい しかし気の毒なのは段階の世代であります。毛沢東という指導者に翻弄され続けた青春。やっと正気に戻り都市へ帰還すればもう30代の半ば。うん、彼らには新しい資本主義を導入した中国で生きていく技術、教育がなかったの。はっきり言って。うん、毛沢東五六、毛五六のみで育った世代であります。そして下の世代たちは彼らを簡単に追い越して自由経済の中で伸び伸びと生きて いくというね、うん、えー、そして、温家宝さんになるわけです。はい、ここでやっと昭和世代ですから。うかうん、経済成長率十パーセント維持し。やっぱり。奇跡ですね、やっぱり。このオリンピックを成功させたってのは。うん、やっぱり。江沢民さん。それから鄧小平さん。周恩来さん。この人たちの頑張りが。やっぱり巨大な花として。あの。 あれですよ北京オリンピック成功ですよ。はい、そうやって考えるとなんだかみんな頑張ったんだなぁと思ってね。で、この08年の北京オリンピックの成功は何かといえば、短い言葉で言えば、これはもう奇跡であると。日本軍に勝ったお父さんたちの息子がついに勝った。それが北京オリンピックだったわけだよ。そうか中国は勝ったんです。おめでとう中国。ね。 はい。なんかわしいいやでもなんか流れが今分かりました分かるよなこうやって考えると孝沢民さんも温家宝さんも分かるわなやっぱり、はい、やっぱり反日教育は大事な教育だったのかもしれないうんそういう意味ではねええなんかそういうふす全ての人の,の気持ちが分かるとちっとも恨む気がしなくなっちゃうのは不思議なもんでございますがさあ長いこと続きましたああ還暦特番段階の階段も <laughs> いよいよ明日が最終日でございますどうぞえー、明日お聞き逃しのなく 武田鉄也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄也です。おはようございます、水谷佳乃です。こうやって段階の世代ね、米中日、えー、を追ってきたわけでありますけども自分私は歓歴でありますけども、ゼロ九年、本年はですね、中国共産党建国六十周年。うん、私の年齢実はこれ同じで歓歴なんですね。あ、それで赤いちゃんちゃんこ着るのがあ、それとは関係ねえか。はいはあ、そうか。はい。 国家として歓励を迎えるわけであります中国は反日でまとまっている国家でございまして日本がお役に立てるんだったら反日だって何だって私はいいというふうにあの思っておりますけどもただまあ中国の方も豊かさと同時にあの民族対立の亀,亀裂とかそれから汚職腐敗ですねそれから農村貧富の拡大ちょっと反日ではくくれないまとまらない部分も出てきましたんでこれからやっぱり中国もなかなかね。はい 大変でしょうただ中国の段階の世代に関しましては同世代にこの世に生を受け、うん、だいたい同世代同時期ぐらいに我々はこの地上から消えていく、はい、あのまあそういうもう生命の原理でありますけれどもあの中国の段階の世代ってやっぱり大変だろうと思うんだよね本当だから頑張ってほしいですね今現在の中国の段階の世代っていうのは、うん 状況として帝さんの,あの状況ですねあんまりいっぱい話しませんでしたけど帝さん自身はそれはそれなりにやっぱ幸せに暮らしてらっしゃるみたいですけども、うんはい、ただ帝さんは、ね、かなりインテリなんですよ101<ー>中学校に行ったりなんかしてね,でねでやっぱりね都市部における段階は結構しんどいみたい中国でも。うん、というのは段階のあとにしたったあのつまり自由経済のもとで大きくなった中国の人たちのしたたかさっていうのは、うん、もう皆さんすごくご存知でしょう、はい しかも中国っていうのはその何ていうのかなあの国国げて商人にななったような国でしょずばり言いますとね中国の中で僕一つだけね問題点があるとするとねかなさんね中国にね生産者はいても消費者がいないんですよ。あ<ー>うん、でね経済っていうのは国の中に消費者を抱え込んで、はい、んその消費者で。 あの一番最初の車輪を回さないと、はい、韓国の経済と同じで中国も輸出に力を入れてるんですけども輸出っていうのはその国の豊かさと直結してないんですよ。はいはい、分かりますよね。はい、でやっぱり自国内での消費者っていうのがねだからそういう意味ではやっぱりサブカルチャーを育てるっていううん、うん、やっぱりとても大事だろうというふうに思います。もうが中国はもう 反日ではまとまりません。日本ごときを敵にしているような国ではありません。世界の大国になります。大国になりますと中国は当然、もう絶対に通るとこですけども、今度はアメリカを敵とします。これはもう必然ですね。そして、中国は、あのー、不況対策もあって今度空母を作ります。うん、ぜひ頑張って大きい空母を作ってほしいですよね。中国はほら今まで、 あの海軍でいいの持ったことがないんですよ。うん。で、海に向いてないんです。中国の人で海に向いてる人って少ないでしょ、なんか。はい。中国の人は文明的にはひどく海を嫌う文明文化の人なんですよ。うん、だから日本のこと和光って軽蔑したんですよ。うん、海賊の慣れの果てですな、日本人は。日本人は国は貧乏なくせに、なんだか海好きでしてね、海軍が好きで国一つ潰しちゃったような国なんですね。うんええ からやっぱり空母を作ったりなんかして今度行くんでしょうけどでもいずれにしてもですよ中国の方に売り込むわけじゃないですけども空母を作らせたら日本はうまいですよ <laughs> 昔いっぱい作ってましたから是非 <laughs> 作らせてくださいお願いしますねはいそして中国の方にもう一回こう繰り返す段階の世代の方に申し上げますが、はい、私と同じように還暦を迎えた中国の団塊の皆さん 三枚おろしを聞いていないか聞いてないかはい、はい中国地方の方は聞いてらっしゃるんですが <laughs> 中国本土の方は聞いてらっしゃらないがや, <laughs> やっぱ還暦を迎えてあなた方はビートルズを聞かねばなりません,ん中国の団塊の世代に向かって呼びかけることさあもう一度「シーラブズ・ユー」からあなた方の青春をもう一度始めてくださいあなた方の口に中国語以外でビートルズのフレーズが浮かんだ時、うん 私たち団塊の世代は世界の団塊の世代として団結することができるさあテイさんミンさんしゅうさんもイエスタデーを歌いましょう <laughs> どうだったいや私6年ぐらい前に中国に仕事で行って、うん、グレイのコンサートを競技場で行った、うん、それを見たんですね、うん、その時の状況印象が強いので、うん、つい最近まで中国ってこんな国だったんだなって改めて今 思うと<ー>なんかちょっと信じじられない感じもありますねえ隣の国で原爆作るのが楽しみだっていうかありますけども中国が軍事大国になった後一体何を考えるのかっていうそこがなんかこう世界を大きく変えていく一つの,あの原動力に。 なるような気がするんですよね。はい、空母を作ってもい,いいことあんまりないぞっていうのを早く分かっていただけることをね、うん、かつて空母を作って破れた戦争で300万人もの国民を殺してしまった国も一人として、なんかそのことだけはお願い申し上げたいと祈る次第でございますけどもね。はい、というわけでございまして、段階の会談長い長いシリーズで私のいそだか顎がくたびれましたけどもですね、<laughs> また来週は別の話題でご意見伺いたいと思います。この続きまた来週のマネーの上で。 だろうなってずーっと疑い続けるという,うはいで鄧小平さんはこの間日本にも数度やってきてすっかり日本を見ていきますしたたかなる権力者だしで本当にね加さん気の毒なのはお家に帰った元後衛兵たちは10年間のブランクありますからで教育全く受けてないですからもう今浦島なんですんだから鄧小平さんが始めた近代化についていけないんですよ 本当に気の毒だよね。先生殺しちゃった集団ですからね。教えてくれる先生いないんですよ。うん、そして、ちょっとやっぱり、トラウマがあったんですね、きっとね。はい、集まって騒ぐと危ねえぞっていう。で、バリ悪夢が蘇る。場所も全く同じ。大きな大きな毛沢東の肖像画が掲げてある、あの大きな広場で、大学生たちが、 自由を求めて騒ぎ始めるという例の、はい、あなたも知ってますよね。はい、天安門事件が起きるわけです、はいで。この時やっぱり思うのは、やっぱりあの、紅衛兵が殺戮を繰り返した、あの毛沢東の悪魔、悪夢ですよ。うん、だから、とにかく、シャニムに力で抑え込むっていうあの手法をね、うん、日本も、米国も非難しましたけど、しかし、 あの中国の段階の世代は気の毒ですね。なんかこうやって考えるとね。なんか楽しいことがなかった。はい。辛いことばっかりだった世代ですよね。皆さんビートルズ知らないんですよ。中国の段階の世代はミソラヒバリを作ってないんです。クレイジーキャッツで笑ったことがないんですよ。悪友の歌謡曲を知らないんですよ。そしてアリスも知らずに、いまだれを知らないんですよ。<laughs> 今はも,もうとかね。今だれなんだ。今だれ。えぇ、ー。ライラライラライとか知らないんですよ。名曲なんですけどね。ほんとに、何も知らずに突然戻ってきたというね。ポップス、ビートルズ、映画、アニメ、漫画、流行歌。実は、 今、その報いを逆に受けてるような気がします。やっぱり谷村新司さん、なんかが中国に行って懸命に芸能を指導してらっしゃるのはわかりますね。加藤さん分かるでしょ。はい、指導者がいない。うん、悪友がいないうん。う今際の清志郎がいないんですよ。はい、高田渡がいないんです、うんえー、だからサブカルチャーを膨らました。人材がいないもんですから。だからやっぱ谷村新司さんなんて貴重なんだよね。言って。はい 今後もずっと言ってあげてほしいですよね、谷村新司さんには。いや、え、まあ、ね、絶対素晴らしいと思いますよ。上海だけじゃなくてね、新疆ウイグル自治区と、すごいもんですよね。唐昌平さんは、公衛兵に油断しなかった。で、あの、帰ってよろしいと、もう反抗する気合いないなと思った唐昌平は、あの、里に帰りたいだろうとかってな、ね、帰っていいよとかって優しい顔したけど、腹の中じゃ、まさか抵抗しねえだろうなって、ずーっと疑い続けるという。うはい で、東小平さんはこの間日本にも数度やってきて、すっかり日本を見ていきます。したたかなる権力者だし。で、本当にね、金さん気の毒なのは、お家に帰った元公営兵たちは、10年間のブランクありますから、で、教育全く受けてないですから、もう今浦島なんです。だから、東小平さんが始めた近代化についていけないんですよ。ほ 本当に気の毒だよね先生殺しちゃった集団ですからね教えてくれる先生いないんですよ、うん、そしてちょっとやっぱりトラウマがあったんですねきっとね、はい、集まって騒ぐと危ねえぞっていうでズバリ悪夢が蘇る場所も全く同じ大きな大きな毛沢東の肖像画が掲げてあるあの大きな広場で大学生たちが 自由を求めて騒ぎ始めるという例の、はい、あなたも知ってますよね。はい、天安門事件が起きるわけです、はいで。この時やっぱり思うのは、やっぱりあの、紅衛兵が殺戮を繰り返した、あの毛沢東の悪魔、悪夢ですよ。うん、だから、とにかく、シャニムに力で抑え込むっていうあの手法をね、うん、日本も、米国も非難しましたけど、しかし、 あの、中国の段階の世代は、気の毒ですね。なんかこうやって考えるとね。なんか楽しいことがなかった。はい。辛いことばっかりだった世代ですよね。皆さんビートルズ知らないんですよ。中国の段階の世代は、ミソラヒバリを作ってないんです。クレイジーキャッツで笑ったことがないんですよ。悪友の歌謡曲を知らないんですよ。そしてアリスも知らずに、いまだれを知らないんですよ。 今まもうとかね「今誰なんだ今れ」とか知らないんですよ名曲なんですけどね本当に何も知らずに突然戻ってきたというねポップスビートルズ映画アニメ漫画流行歌実は今その報いを逆に受けてるような気がしますやっぱり谷村さんなんなかが 中国に行って懸命に芸能を指導してらっしゃるのはわかりますね、金さんわかるでしょ。はい、指導者がいない。うん、悪友がいない。うん、う今までの清志郎がいないんですよ。はい、高田渡がいないんです。うん、ですよ。うん、この人はあの経済政策を横目に睨んでるだけあって、あの娯楽をゆっくり広げていくんです。はい、もうそれは津波を打ってみんな。 その娯楽に流れ込むわけですよね。うん、で、日本からもサブカルチャー育てるような。映画を。あの上映し始めるんです。あの映画とかカラオケってこのぐらいの時ですから。こ、これです。これです。で、映画では。高倉健なんですよ。<ー>君を踏むの川を渡れ。<ー>これはね、もうすっごいかったんだって、高倉健ブームってのは。<ー>もうあの川ジャンパー。 もう何側でも全部革ジャンパーにしたっていうねあのだからあの本当に上海行くと真ん中にね毛の生えてるような革ジャンパーもあったんだってで全員同じサングラスして,てう,うわーそんな影響されてたんだうそうなんですだから私なんかもう後でですすけどって結構モテたんですよ、はあ、私は高倉健さんとあれ黄色いハンカチで、はい、健高倉もビッグスターですから。はい それにまとわりついた手足の短いあの男みたいな感じでさいいんだよどうせいいんだよバカにされてんだよそれではもう一個テレビシリーズで仰天したのが山口百恵ですよこれはねもう山口百恵はすごかったもんどこ行ってもポスターで全員散髪屋さん全員山口百恵のポスターだったへえうん あの日本のサブカルチャーを紹介したのは高倉健であり山口百恵であり谷村新司さんなんですよわかるよねいい人選びますよ、はい、中国の人もねうん、うん、えー、そして1990年代これでもついこの間のことだよねそうか20年前か<う>1990年っていえば、ね、たった20年前かそうかそうかでいよいよ江沢民さんへそして江沢民さんは、うん、とにかく 愛国教育を始めるんです。この愛国の真ん中が反日教育と言ってもいいでしょうね。これはもう反日は中国のやっぱり学校のなメインの柱ですから、うん、いいんじゃないですかねこうた、こうさんの立場もわかります気持ちも。はい、もう反日。そうやってそのバーッとこう教育をまとめ続けるというね。はい しかし気の毒なのは段階の世代であります。毛沢東という指導者に翻弄され続けた青春。やっと正気に戻り都市へ帰還すればもう30代の半ば。彼らには新しい資本主義を導入した中国で生きていく技術、教育がなかったの。はっきり言って。毛沢東五六、毛五六のみで育った世代であります。そして下の世代たちは彼らを簡単に追い越して自由経済ので、あのー、 娯楽をゆっくり広げていくんです。はい。もう、それは津波を打って、みんなその娯楽に流れ込むわけですよね。うん、で、日本からもサブカルチャー育てるような。映画を、あの上映し始めるんです。あの、映画とかカラオケって、このぐらいのです。こ、これです、これです。そう,そうか、そう。で、映画では高倉健なんですよ。<ー>君を踏むの川を渡れ。<ー>これはね、もうすっごいかったんだって、高倉健ブームってのは。へえ。 もうあの革ジャンパー。うん、もう何側でも全部革ジャンパーにしたっていうね。<laughs> あの、だから、あ,あの、本当に上海行くと真ん中にね、毛の生えてるような革ジャンパーもあったんだって。<laughs> で、全員同じサングラスして,てう。わぁ、そんな影響されてたんだうそうなんです。だから私なんかも、後ですけど、行って結構モテたんですよ。はあ、私は高倉健さんと、えっ、えええと、あの、あれ、黄色いハンカチ。はい 高倉もビッグスターですから、はい、それにまとわりついた手足の短い <laughs> あの男みたいな感じです <laughs> いいよそれではもう一個テレビシリーズで仰天したのが山口桃江ですよ<ー>これはねもう山口百恵はすごかったもん<ー>どこ行ってもポスターで全員散髪屋さん全員山口百恵のポスターだったへ<ー>、うん。 あの日本のサブカルチャーを紹介したのは高倉健であり山口百恵であり谷村新司さんなんですよわかるよねいい人選びますよ、はい、中国の人もねうん、うん、えー、そして1990年代これでもついこの間のことだす。そうか20年前か<う>1990年、ね、って言えば、うん、たった20年前かそうか,そうかこれでいよいよ江沢民さんへそして江沢民さんは、うん、とにかく 愛国教育を始めるんです。この愛国の真ん中が反日教育と言ってもいいでしょうね。ねこれはもう反日は中国のやっぱり学校のなメインの柱ですからいいんじゃないですかねこうた、こうさんの立場もわかります気持ちも。はい、もう反日。そうやってそのバーッとこう教育をまとめ続けるというね。はい しかし気の毒なのは段階の世代であります。毛沢東という指導者に翻弄され続けた青春。やっと正気に戻り都市へ帰還すればもう30代の半ば。彼らには新しい資本主義を導入した中国で生きていく技術、教育がなかったの。はっきり言って。はい、毛沢東五六、毛五六のみで育った世代であります。そして下の世代たちは彼らを簡単に追い越して自由経済の中で伸び伸びと生きて 行くというね、うんえー、そして温華さん、<ー>沼地みたいなところ、はい、そこにいましたよ元護衛兵がもうね本当にキャメラで撮りましたけどとにかくこの人たちは何ヶ月風呂に入ってないんだっていうような、うん、その時に私はその新疆ウイルグル自治区の青年と一緒だったんですよ彼は日本語をあの日本で学んだっていう子でしてね<ー>この人がね その「あらや高衛兵の生き残りを哲也さん」とか言ってね「高衛兵俺高兵がでいるんだよ帰れ帰れないのよ北京に」もうもう、まあ、その時の思い出話も少ししようかな、はい、その生々しいんだけど、ええまあ、ロシタンというあのウイグルの青年だったんだけど、はい、そ,そいつがね島の時に俺のそばにやってきて「俺日本に行きたいな」っていうでお前は国大で学んでたんだろうだったら。 タンパレてすぐ強制送還されたのってどうして強制送還されたんだってった北大で勉強してたんだけど途中でマクドナルドのバイト始めたんだって、はい、だすごいお金もらえるんだってんかああそうかー <laughs> うん家族のために送金できるんだってうんそれでもう一回日本にいて働きたいよあとは亡命したらかくまっておれよかいや来んな来んな <laughs> 俺のとこ来んなよとかってした <laughs>、はい、でそいつがねため息交じりにもう日本にいて驚いたって言うのよ なんでっつったら中曽根っていう総理大臣が冒球選手の長島っていう人の家をお金を払って借りてるっていうそんなことがちょっとあったのよ、えー、た時の時の総理大臣の中曽根さんが近場にいいお家が欲しかったらしくて冒球選手野球選手の長島のマンションかなんかを借りてらしたの、えー、そんなことありましたそれでお金を払ってそれが不思議だっていう うん、んなことないじゃんお前んとこのお前あんたあの偉い人だってあの貧しく人民と同じような暮らしをしてんじゃねえのったら何言ってんのよ中国であんた天下取ったら皆資金上よ <laughs> 日本で言えば江戸城住んでるよ <laughs> ひっくり返ったよ <laughs>、うん、運動選手の家借りるか普通中国共産党の幹部かさ <laughs> ロシタンっていう青年なんかも <laughs> 世界をちょっと日本を見たばっかりに、うん、もうすぐその矛盾に気が付いてるわけね。でまあ永遠とこの権力闘争は続きまして中国の混乱は続くわけであります。68年知識青年は農村に行き貧農の人々を助けろという冗談下校運動が続くわけでありますが、はい、10年78年1978年大事件が起きます。これれは全く報道されませんでしたけども 昆明市の市電のレールの上に、えー、ケケさんでいいのかなテさんっていう方が、家に帰りたいっていうプラカードをぶら下げて寝たんですね。はい、集まって騒ぐと危ねえぞっていう。で、ズバリ悪夢が蘇る。場所も全く同じ。大きな大きな毛沢東の肖像画が掲げてある、あの大きな広場で、大学生たちが、 自由を求めて騒ぎ始めるという例の、はい、あなたも知ってますよね。はい、天安門事件が起きるわけです、はいで。この時やっぱり思うのは、やっぱりあの、紅衛兵が殺戮を繰り返した、あの毛沢東の悪魔、悪夢ですよ。うん、だから、とにかく、シャニムに力で抑え込むっていうあの手法をね、うん、日本も、米国も非難しましたけど、しかし、 あの中国の段階の世代は気の毒ですね。なんかこうやって考えるとね。なんか楽しいことがなかった。はい。辛いことばっかりだった世代ですよね。皆さんビートルズ知らないんですよ。中国の段階の世代はミソラヒバリを作ってないんです。クレイジーキャッツで笑ったことがないんですよ。悪友の歌謡曲を知らないんですよ。そしてアリスも知らずに、<laughs> 今まだれを知らないんですよ。<laughs> 今なんだれ」今誰えー「ライラライラライ」とか知らないんですよ名曲なんですけどね本当に何も知らずに突然戻ってきたというねポップスビートルズ映画アニメ漫画流行歌実は今その報いを逆に受けてるような気がしますやっぱり谷村新司さん なんかが中国に行って懸命に芸能を指導していらっしゃるのはわかりますね。カナさんわかるでしょ。はい、指導者がいない。うん、悪友がいない。うん、う今まの清志郎がいないんですよ。はい、高田渡がいないんです、うんえー。だからサブカルチャーを膨らました人材がいないもんですから。だからやっぱ谷村新司さんなんて貴重なんだよね。言って今後もずっと言ってあげてほしいですよね。谷村新司さんには。<laughs> <え>もう,う、ね、絶対素晴らしいと思いますよ上海だけじゃなくてね新疆ウイグル自治区とかねもう国境ギリギリまでね彼のそのやっぱ貴重な人材ですよいや私はいいです私はね本当にダメなんだ <laughs> あのほら豆腐がないと生きていけないっていうね <laughs> もう本当に俺ダメだのよ。本当にねダメもう私は私は日本だけでおしまい 中国にも豆私ねマーボーとアンニーはダメなですなあか、うん、上町のあそこで作ってるお豆腐じゃないとお腹を下しちゃうのだからやっぱりた谷村新司さんみたいなやっぱりアジアをまたかけるパワーを持った人あと誰だろう吉田拓郎さんなんかにも言ってほしいやね、はい、あとはアルフィはあ、いいですねなんかそういう人全ての人の,の気持ちが分かるとちっとも裏向きがしなくなっちゃうのは不思議なもんでございますがさあ長いこと続きましたあー 完璧特番、段階の会談も、<laughs> いよいよ明日が最終日でございます。どうぞ、えー、明日お聞き逃しのなく。竹田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。こうやって段階の世代ね、米中日米を追ってきたわけでありますけど、自分私は完璧でありますけども、ゼロ九年、本年はですね、中国共産党建国六十周年、うん、私の年齢。 実はこれ、同じで、なでなでね、還暦なんですね。はい<ー>。ええー。あ、それで赤いちゃんちゃんこ切るのがあ、それとは関係ないか。はい,はい。あ,あ、そうか。はい。えー、国家として還暦を迎えるわけであります。中国は反日でまとまっている国家でございまして、日本がお役に立てるんだったら反日だって何たって私はいいというふうに、あの、思っておりますけども、ただまあ、中国の方も豊かさと同時に、あの、民族対立のり亀,亀裂とか、 それから汚職腐敗ですねそれから農村貧富の拡大ちょっと半日ではくくれないまとまらない部分も出てきましたんでこれからやっぱり中国もなかなかね、はい、大変でしょうただ中国の段階の世代に関しましては同世代にこの世に生を受け大体、うん、いい同世代同時期ぐらいに我々はこの地上から消えていくあああのまあそういう,もう生命の原理でありますけども。あの 中国の段階の世代ってやっぱり大変だろうと思うんだよね本当にだから頑張ってほしいですね今現在の中国の段階の世代っていうのは、うん、状況としてはどんな状況でさんのあの状況ですねあんまりいっぱい話しませんでしたけど邸、うん、さん自身はそれはそれなりにやっぱ幸せに暮らしてらっしゃるみたいですけども、うんはい、ただ邸さんはねかなりインテリなんですよ一丸一中学校に行ったりなんかしてねで,ねでやっぱりね都市部における段階は しんどいいみたい中国でも。というのは段階の後ににったあのつまり自由経済のもとで大きくなった中国の人たちのしたたかさっていうのはうもう皆さんすごくご存知でしょうしかも中国っていうのは何て言うのかなあの国国上げて商人にななったような国でしょううあのズバリ言いますとね中国の中で。 僕一つだけね問題点があるとするとねカナさんね中国にね生産者はいても消費者がいないんですよ。あ<ー>うん、でね経済っていうのは国の中に消費者を抱え込んで、はい、その消費者であの一番最初の車輪を回さないと、はい、韓国の経済と同じで中国も輸出に力を入れてるんですけども輸出っていうのはその国の豊かさと直結してないんですよ。はいはい